オベチあるいは、オベチとは、青いカの落葉鉱木の一種である。西アフリカのあるじに、ギニアからカメルーンにかけて自生し、西アフリカで産出する材木の半分を占める。特徴の一つは、カエデのような形状の葉であり、また材木は白っぽい色合いで加工が容易であり、内装や家具、彫刻などの用途がある。ガーナでは、伝統的な文様の一つに、 本種の種子にちなむものが見られるが、この文様はガーナ以外の場所でも使用されている例が複数見られる。オベチェというのはナイジェリアのエド語に由来する故称であるが、本来のエド語の発音では、X とい,い、オベオヘに近い発音である。カメルーン周辺での故称から、アユースやコートジボワール等での故称からサンバとも呼ぶ。日本においては、アユースの名で取引されていることが多い。 アフリカス王と訳された例も存在する。木材としては柔らかい部類であるが、それにもかかわらず、ギリシア語で、硬い材を意味する主相名スクローラキシロンが付けられている。ギニア、シエラレオネ、リベリア、コートジボワール、ガーナ、トーゴ、ベナン、ナイジェリア、カメルーン、赤道ギニア、ガボン、中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、 今後民主共和国に分布する。サバンナや古い虹林に見られ、反落葉林の第一級高木である。ガーナでは落葉林で極めてよく見られる一方、湿潤地域では極めて稀であり、虹林で急速に成長する。強高直径1から1.5メートルの体形機で、樹幹は小さく密である。落葉性、樹幹はまっすぐで、高さ65メートル以下。 老木になると、縦溝が見られるようになる。樹皮は、灰色から、大々褐色、臨状になる。樹皮と材との間から明褐色で、ゼラチン状の樹液が、染み出し、青く変わる。板根は高い。葉は、手のひら上列の単葉で5星。甲乱形から三角形。葉の置三程度まで切れ込みがあり、列片は五から七。傭兵は長い。花は、 短い円水果樹で、多少とも皿状で、白色、花弁の基部は赤紫色である。芳香がある。果実は一つずつの水平翼のある五分火である。オベチェからは木材が得られる。外観は、偏材も新材もほぼ区別がなく、炭鉱白色から炭鉱色で、木肌は非常に荒く、直通な材であるがまさめで、軽い工作もくりをなし。 細かい縁が出て、光沢を見せる。ベルリンで見せ物にされた、ナイジェリア産オベチザイ材質は、軽難で収縮も小さく、湿度変化にも変動が少ない。気管比重は0.32から0.49。乾燥は、非常に早く容易で、酒や、既存のひびの拡大もないが、若干ねじれが生じることがあり、また、 湿度の高い環境下で、鉄化合物と接触すると青色染色を起こしてしまう。柔らかいが目が詰まっているために繊維が壊れにくく、木口がボロボロにならない。曲げ強さ、圧縮強さは低く、合成、対衝撃性も極めて低いが、軽難な剤の割には、しなやかな型である。虫曲げに対する適性は、中央から程度である。 加工時に細かい木粉が舞い上がって、全息症状を起こす恐れがあるためマスクを着用するなどして、作業に臨むことが強く推奨される。しかし加工はしやすく、個体差も感じられないため建築材に向いている。手道具でも、機械でも加工は容易であり、ろくろを使用する場合はサクサク削れる。刃先を鈍ンさせる性質もわずかしかなく、 接削の際には刃先を鋭く研磨したものを浅い、角度で用いることが推奨される。接着も塗装も良好で、釘打ちも容易であるが、定着性は低い。偏材は平たき食い虫の害を受けやすいが糖水性があり、保存薬剤を吸収してくれる。一方、新材は普及しやすく、保存薬剤による処理も困難である。耐久性も強度も重要でない場所で、 白木家具、造作、内装黄木、引き出しのン木屋、裏板、キャビネットの骨組み、内装縦具、モールディング、オルガン用スライダーレス共鳴板、模型製作に用いられ、さらに青色染色を起こしてしまったオベチェ材も、造眼職人に愛好されている。彫刻にも適しており、長尺物など、大きな板材を得ることが可能である。ロータリーカットされて積層材の芯材や、 合板の裏板に、また縞模様の美しいものは、スライスカットされて、化粧短板にされる。他に箱材や額縁にも用いられる。ポプラ材の代用となる。ナイジェリアのヨルバゴでオベチェは、アーラと呼ばれ、以下のようなオベチェが登場することわざが存在する。これは、文字通りには、川がオベチェを流してしまったら、カップポックは帯を締めるはずだと訳されるが、 この西アフリカ産の立派な二種の木が用いられたことわざの願意は用心するために状況の変化を評価し直し続けることの必要性を説いたものである。つまり自分の仲間に起こった良いことあるいは悪いことは自分自身にもそのうち起こりうるので身構えておくべきということである。ガーナの現地語の一つであるアカン語でオベチェはワワと呼ばれるが 模服などに用いられる布アディンクラの柄の一つに、ワワアバというものがある。ワワ、アバとは、文字通りには、ワワの種を意味するが、本種の種子は、非常に硬く、このシンボルは、頑丈さ、忍耐を表す。このシンボルは、ジャマイカの首都キングストンのエマンシペーションパークの一角にも、装飾として用いられている。また、マーベルシリーズにおいて、架空のアフリカの国、 ワカンダ王国の王女という設定のキャラクター首里が映画ブラックパンサーにおいてワワアバと見られる文様入りのシャツを着用して登場するシーンが存在するがこの文様について衣装デザイナーのルース・カーターはこのアディンクラシンボルは目的を意味し首里は確かにワカンダ王国においてある目的を持っていますと説明しているなおワワアバの名称はガーナで開催されたサッカー大会 アフリカネーションズカップ2008の公式試合玉の名にも用いられている。アフリカの現地語には複数の言語名を持つものもある。ルイス・エトールも参照。ガーナ、ガーナ及びコートジボワール、カメルーン、コートジボワール、コートジボワール及びギニア、リベリア、コンゴ民主共和国、中央アフリカ、ナイジェリア、リベリア及びギニア、リベリア及びコートジボワール、 オベチェ族は、ワールドフローラーオンラインやファスラーによれば2種が認められているが、よく知られているものは、オベチェのみである。もう一方の種は、トリプラクイトンザンビナカスミルンレッド派というもので、ザンビア南部及びジンバブエに分布する。葉の形は、ヨーロッパや北アメリカのカエデや、しかもあのものに似て、手のひら状に裂け、果実には翼が見られる。俗名、 トリプラクイトンはギリシア語で三つの王いを意味し、花の形にちなむものである。小学科ランダムハウス A は大辞典、第二版編集委員会によれば、カメルーンの材木市場の名に由来する。板材の両端に力を加えて割れる時の力を測定したもの。木口に加えられる荷重に耐えられる能力のことで、単柱や支柱などに用いられる木材にとっては重要な要素となる。 木材の弾力性を表す尺度で、曲げ強さとの関連で考慮される。木材の人生の尺度のことで、急に加えられる、衝撃荷重に対する抵抗力を表す。ライクタス・ブラニアスをはじめとするライクタス族の、甲虫類などを指す。ジャマイカへは1509年には、スペイン人たちにより、1655年以降は、イギリスにより、アフリカからの奴隷が連行されたが、 記録からはあかん人が、その大部分を占めていたことが伺われる。アフリカンリ・イージョナル・ワークショップ、ABC ・ハスラー、須藤、秋田し。我が国の市場における、輸入財関、木材工業、第24巻第9号、1969年、12ページ。堀田、ガタ ABCDEFGH 平井。 a b c d e f g h i j k l m ウォーカー、abcdefg 川村西川 ab 坂本西川 a b c d e f リズデ d e l ab 小学科ランダムハウス A は大辞典第2版編集委員会 abcdefg 村山 abcdefghijkl 熱帯植物研究会小形。 abcdefghijkarbin, abcdwalker, holger, abfaretti, abcazando, jackson hat de sa, ose, mensa, bolaampi, kimulenfro, this simple detail in shuri es, black pantsa, costume was, a hidden message to the audience, insider, 2019年4月26日閲覧。大科学儀10。 クロガー、abcdefghijsunel,abcdefghijklmn, カローブーケ、安岡、a B C d E F G H I k G エイブラハム、ワールドフローラオンライン、h T T P コロンスラッシュスラッシュ w W W W o r l d f l o r a o n l i n e h t t o r g スラッシュ 28エプリル2019英語、ドイツ語、フランス語、日本語、中国語、ドイツ語、ラテン語、英語、ありがとうございます。